おい、お前コメントまで入ってくんなよ。邪魔すんなよ。お前最後お前がかっこいいみたいになってたの俺は多分一生許さないし、なんか汗かいてたし、負けたよ。もう今のはなし、やっぱ。ダメだ、今日ダメだ。強い弱い、違うわ、わかんないわ。気持ちで負けたのかな。俺知ってる気持ちある方なんだけど、気持ちで負けたのかな、知らないけど、全然ムカつかなかった最後。でも別に俺は仲良しこいつでいたいわけじゃない、それは多分あいつもそう。でも、今日だけは言おうかな、試合を受けてくれてありがとう。セクン楽しかった。次は勝つとか、もうめんどくさいから言わないけど、次は普通にやろうか、やるならね。とりあえず今日ちょっと休んで見ようかな。違う、バカじゃねえの。ノーディーギアマッチってバカだよ本当に。言ってるよ本当に、椅子だとかしないでさ。なとか誰だよ、あんなこと考えたやつバカじゃねえのって思うわ。でもさ、ああやってあんだけいろんな武器駆使してお互い殴り合ったってどうだよ。黒潮東京ジャパンだって元気だったろ、怪我してねえだろ。最終的に勝ったのは俺かもしれないけど、二人ともまだまだ怪我もしてない、ピンピンしてるぞ。プロレスラーには武器なんかいらねえんだよ。この体が、この頭脳がプロレスラーにとっての武器となるんだ。反則級の体と頭脳と、そして黒潮東京ジャパンは反則級のパッションがある。プロレスラーに必要なのはその三つだ。おい、武器なんかいらねえ。今日はあいつと試合ができて本当に良かったと思う。次回やるときはしっかりと先生堂々と、もう反則だ、そういうの小賢しいこと一切なしにして、もう一回戦いたいね。いい刺激をいただきました。黒潮東京ジャパンはやっぱめちゃくちゃ強いです。ね、やっぱ普段笑顔で、いる人間って、ほんと切れた途端何しでかすかわかんないから怖いですけどね。まあなんか、怒ってどうしようもない時はまた受けて立ちますよ。またやろう。